ピンタードこと、ルイスカルロスジオリベイ・ラプレトは、ブラジル・サンパウロ州、ブラガン・サ・パウリスタ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。地元クラブである CA ブラガン・チーノでキャリアをスタートさせ、1990年にカンピオナート・パウリスタで、クラブ史上初の優勝を果たした。1992年に、サンパウロ FC に移籍し、 1992年と1993年のコパリベルタドーレスとトヨタカップを連覇した。その後はサントス FC やメキシコのクルスアスル。1998年には J リーグのセレッソ大阪でもプレーし、2003年にブラジリエンセ FC で現役を引退した。選手引退後は指導者の道に進み、2004年に監督を務めたインテルジリメイラでは、 カンピオナーとパウリスタセリエ A2 で優勝へ導いた。2020年シーズンには EC、ジュベントゥージオカンピオナーとブラジレーロセリエ A 昇格させるが、2021年2月1日に辞任することが発表された。同月5日にフェロビアーリアの監督に就任するが、4月26日に辞任した。同月29日にゴヤスイ c の指揮官として招聘されたものの、 7月19日に解任が発表された。翌月6日より、シャペコ演説で指揮を取ることが発表された。ありがとうございます。